はい、それでは時間となりましたので、ここから登壇していただいた方々にパネラーとしてご参加いただき、パネルディスカッションを行います。モデレーターの全能アーキテクチャ若手の会、瀬能さん、よろしくお願いいたします。はじ、めまして、全能アーキテクチャ若手の会の、瀬能と申します。所属はですね、慶応義塾大学理工学部で、今井研究室というところにいます。小沢さんと同じですね。でそこで学部4年生を、しています。結構全能アーキテクチャ若手の会はですね、結構カジュアルにイベントをやることで、もう専門家じゃない人でも来ていただけるようなイベントにいつもしてます。でもう創設者の大沢さんがですね、最初の発表ですごいカジュアルな雰囲気を持っていくような演出をしてくださって、すごい本当に助かってるなと思っています。でですね、今回はですね、結構学会とか行くと、例えばすごい専門家の方たちがすごい並ぶっていう図がすごいあるんですが、今回はですね、専門家の方だけではなくて、ビジネスとか行政に関わっているような方を、お呼びしています。すごい多様な、イベントでして、こんなのなかなかないなというふうに僕は思ってます。ですごい学会とかですと、僕学部4年生なんでこんな PP 立てないので、すごい今日はありがたい、体験をさせてもらってるなと思っています。ということで、カジュアルなんですが、あと、Twitter、SNS でハッシュタグつけますと大沢さんが拾ってくださるので、カジュアルかつちょっと参加型の、パネルディスカッションに、1時間ですね、ちょっとしていきたいなと思っています。ではよろしくお願いします。一応ですね、ツイッターハッシュタグなんか言いましたでしょうか。最初に質問とかあったら拾わせていただきたいなと思うんですが。そうですね、結構盛り上がっていて、でバンバン皆さんツイートしていただきたいなと思ってるところなんですけど、例えば三宅先生に質問があるのあったのかなと思うんですが、なんか最近 NHK とかでゲーマーの特集があったとかっていうツイートの情報なんですけど、今どうなんですかね。AI ってゲーマーの世界チャンピオンにどれくらい勝てるんですかっていう、やっぱゲーム AI っていうものに対して結構興味を持ってる方が多いみたいで、でなんか面白い問題設定で、ちょそこら辺も含めて教えていただけたらいいかなと思ってます。電源切れた。はい、すいません。基本的にですね、ゲームの中で本当に AI が戦うと人間より圧倒的に強くなります。例えばスタークラフトとかリアルタイムストラテジーでコマンドをしてこう動かしますけど、人間でせいぜい1秒間に何数個のコマンドを行うけど、やろうと思えば人工知能何百ってコマンドを打てるので、すごいその人工知能に制限をかけて、なるべく人間と同じ条件でやるようにしています。同じ条件でそのちょっと違うの、将棋とか囲碁ってのはゲームの外に AI がいるので、人間と AI が平等の立場になるんですけど、僕がやってるデジタルゲームってのはゲームの中にキャラクターがいるので、モンスターとか仲間とか、その人間とはちょっと違う、もともとデジタルネイティブって言いますが、ゲームの中で暮らしてる人たちですね、AI たち。ゲーム、ユーザーっていうのはそのアバターっていうキャラクターを通じて参加してるので、比較的その、どっちかっていうと、ユーザーを楽しませるためにちょっと演技をしてるってところがありまして、そういう意味では、なんて言うんですかね、うまいやられ役みたいなのやるんですね、時代みたいな。あと一撃で死ぬとこまで追い詰めてやられてあげるみたいなところで、そうバレないよねユーザーがねっていうようにやるので、あんまりその、ゲーム AI って実は人間戦うと実は AI が強いんですね。まあ、ただ人間対人間の場合は e スポーツって形で成り立つっていうところだと思います。とても今の面白い話だなと思うんですね。で例えばですね、学習っていう観点で言って、今評価尺度っていうかその目的関数ですね、それを人間を楽しませることっていうふうにエージェントに定義して学習させると、今みたいなその手数の抑制とかそういうことってアクションとして生まれてくるんですかね。つまりそういうところまで持っていくと、ある目的関数をうまく設定したりすると、学習の枠組みの中で結構 AI をもっとこう学習ベースで、適用させるみたいなところはどうなんでしょうか。そうですね、その評価軸さえ作れれば、そうですね、実際に楽しませるパラメータって何だろうみたいなことを考えると、
まあ、いろいろ例えば、最初は追い込んで、あとはこうどっちかでこう起承転結グラフみたいな感じになって、なんか学習目標っていう形でやるのはまだできてないですけど、実はそういう研究もあって、例えば、まあちょっとスーパー M っていうゲームの自動生成マップとかあるんですよね。その自動生成したやつをまた AI にプレイさせるんですね。そうすると、まあ、まず絶対に解けないマップを時々 AI 作ってくるんでそういうのはダメなんだけど、例えばその中で敵を何回倒したとか、何秒何回ジャンプして、それを面白さの指標にして、面白いマップを作った AI だけを生き残らせて遺伝的アドに進化させると、どん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 面白いゲームマップを作る AI っていうのを作るっていう研究ずっとされてたりします。あれですね、なんか面白い話をありがとうございます。あれですね、なんかシンギュラリティが来るとすごいもう無限に進化していくみたいな話がありますけど、ちょっと今の三宅さんの話はある程度演出が必要なので、ちょっとシンギュラリティが来ても困るみたいな。あ、もうゲーム開発者を超える AI 開発者、ゲーム AI でゲーム作る開発者みたいな、その AI 勝手にゲーム作って我々はそれを見て、ああ楽だなみたいなやった我々やんなくてもゲームが作られていく、そしてめっちゃ売れてるみたいな、そういうシンギュラリティ人がとことん楽していくためにちょっと来てほしいなみたいな、そういう感じの姿勢ってことですよね。我々は時々プレイして違うなっていうっていう感じになると思うんで、はい、ありがとうございます。他に何かいいですか。下村さんに質問です。あ質問されるためにそこにいらっしゃるんですかはい、今最先端のエンジニアとして活躍されていますが、学生の頃はどんな活動をしていましたか。また今知識が同じ状態で若い頃に戻ったとしたら、具体的に何を学んだりどんな活動をしますか。下村さん以外の皆さんのことにも興味があります。これ本当に聞いた人います？質問した、はい、じゃあちょっと本当にいるんだ。なんか何でそんな差し支えなければ、なんでそんな質問しちゃったんですか。はい、私単純に興味があったので質問させていただきます。自分も今工学系のことを勉強してて、今最先端で活躍されている方に興味があったので、そういう、はい、分かりました。どういう歴史があったのかみたいな歴史ものすごくピュアな質問なんですねまずピュアに、はい、学生時代普通でしたよ。極めて普通な人でしたよ。多分皆さんよりもおとなしかったかもしれないです。例えば大沢君みたいにこんなに暴れん坊じゃなかったですし、僕は暴れん坊になったのはこの10年ぐらいの間なんで、シンギュラリティですね。シンギュラリティエクスポネンシャルに進化するその素養はあったのかもしれないですけど、非常に静かでした。ただですね、いくつかポイントは確かにあって、真面目な話をすると、ちゃんとあるいくつかのこと、何でもいいんですよ。1個でも2個でもいいから、ちゃんとトップになっておくことは大事だと思います、若いうちに。まあ、僕何でトップになったかってちょっと言いづらいのはあるんですけど、僕はある種の研究のところでは人に負けない自信はあったし、そういう状態にいました。なので、なんていうんですかね、そういう心持ちが、新しいことを吸収するときの余裕にもなるし、新しいことにチャレンジしたときにそのことを理解する、原点に常になるので、それがないままいくと上つくんですよね。だからなかなか分かってるふりしても分かってない。若いうちにそういうのを早く持つと、土壌ができて、それが いろんなことが積み重なっていく土台ができて、それがエクスポネンシャルに進化していく、自分を作っていく可能性が一番生まれるポイントだと思います。で、正直言うと、その彼と同じ年代の時に僕が何にハマってたかというとボーリングなんですよでも僕ボーリングでその時に、300近いスコアとか出してたんですよ。300近いスコアね、300はいかなかったんだけどだからそういうふうに1個のことにのめり込んですごいやっていくのをいくつかやっぱり持っていたってことが、結局今思うと自分をさ、エクスポネンシャルに、本当にエクスポネンシャル進化してるのかな、はい、してますよ。退化してるのかな自分が大きな変化をするために非常に重要だと思います。こんな感じでいいですか。それはもう別に研究分野とかでなくても、そういう遊びに関しても、何で自分が世の中に価値を出すか分かんないじゃないですか。今自分は研究者になりたいのかもしれないけど、よく考えたら違ったなかもしれないじゃないですか。何もまずないっていうのが一番まずくて、研究したいんだったら研究でなるのが一番いいと思います。だけどそうじゃなくても、何かで一番にちゃんと なるような自分っていう、その自分を持つことが一番重要だと僕は思います。頑張ってください。ありがとうございます。
これちょっとシングルライトの話と違うからちょっと思いました。大阪君はちょっと違うよ、話がちょっとミュージカルもちょっと出過ぎてるかなっていう。まあ、でもまあ下村さんのシングラリティってなんかシングラリティの多様性を見るっていう回ですから、まあ、そういう意味では良かったんじゃないですか今は。はい、次の質問に行きます。あ、ちなみに今日って理系の方とか文系の方とかどれくらいなんですかね。理系の方、え、少ないか。文系の方、文系が多数派ですよ。これあのぜひこれ質問を取り上げたいと思ったんですけど、文系の大学生がシンギュラリティに対して今後どういうアプローチをしていけばいいのかっていうのをぜひ伺ってもいいですか。突然振られてなんで頭が真っ白でありますけど、すいません。いや、特に、まあ、シンギュラリティに関わらずその研究を進めていく上で理系の人だけじゃなくてその社会科学者とか法律を勉強した人とかそういう人をやっぱり巻き込んでならないかなきゃならない時代には来てるんだと思います。そのシンギュラリティについても、まあ、ゆくゆくは、まあ、規制という話になるのかどうか分かりませんけれども、その社会とどう折り合いをつけて技術をその実装していくのかですとか、その私は、この仕事の前はライフサイエンス科というところで、まあ、生命科学の関係の仕事をしてますけど、そこは先ほど申し上げた通り法律とかガイドラインで結構きっちりルールが決まってますね。でそういうルールを決める時にも、社会科学を勉強した人とか、まあ、経済学、法律を勉強した人とか、まあ、宗教を勉強した人とか、そうした人と議論をしながら進めていくということになるので、シンギュラリティということで言えば、そういうことをもう考えながら自分の専攻の勉強を、まあ、しっかりしていただくということかなというふうに、まあ、思いますけれども。斉藤さんにも伺ってみてもいいですか。あ、すいません、私が自分が理系なのか自分が文系なのかちょっとよく分かってない。僕らも分からなかったんですけど、どちらなんだろう。そうですね、ただまあそんなにこう別にテクノロジーを学んだわけではないので、多分メッセージとしてお伝えしたいのは、その何でしょう、知らないからできるっていうこともすごくある時代なので、まあ、いろいろその何でしょう、一つの分野ではなく知らないからこそ、いろんな分野を何でしょう、例えばイーロン・マスクはもともと自動車業界の出身ではないんですよね。でさらに彼はブレインコンピューターインターフェースみたいな会社をまた立ち上げたり、全然門外漢なところにいきなり飛び込んでいけるのはもしかして全然知らないからなんですよね。だからそういうこともあるし、あとはまあ何でしょう、文系理系とかこだわっているのにおそらくどんどんやっちゃうことをやっちゃうっていうのが必要なのかなと思います。はい、ありがとうございます。ですね、僕斉藤さんと付き合い長い1年半ぐらいかな、長いって長くないか1年半なんですよね。で斉藤さんこの間本書かれてそれを読んで僕は非常に感銘を受けたのは、斉藤さんが書いてる内容って理系の人は思ってても、そういうふうに書かないし表現をしないことが多い。つまりもうちょいマクロになっちゃうんですよ。技術分かってるっていうか技術に近いところにいる。今起こっていることは前に比べてこれだけの変化だっていうふうに分析して理解して納得しちゃうんですよ。例えばディープラーニングにしても、今までディープラーニングがなかった時代とあった時代の中の変化について技術的に理解をしたところで分かった気になっちゃうんだけど、それが起こす変化っていうのは全く違うじゃないですか。今質が違う変化が起こりつつあるからこそディープラーニングっていうのはこれだけもてはやされて、また下がるかもしれないですけどね。という意味で言うと、外側から見るっていう目線を持つということは、斉藤さんが文系か理系かは別として、ある種の人はやっぱりできているわけで、ひょっとしたら理系の人より文系の人の方がそういう外からものを見て変化を客観視するってことができるのかもしれないので、その力はぜひ使ってほしいなと、いいことに使ってほしいなとつくづく思います。それは斉藤さんの本を読んで非常に感じました。いいこと言った。いやもうなんかかっこいいと大体取ってくるんで、まあいいですけど主催している僕らとしてはすごい、多様な人を呼んで、その客観的な視点でちょっとシンギュラリティを見てみたいなっていうのを結構大事に、今日開催しています。で結構多分行政の方っていうのは本当に多分客観的な立場なのかなっていう。例えばすごい自動運転が普及することでなんかタクシー運転手の人がもういらなくなってしまうとかっていうふうに、話を結構すると思うんですが、そういった時でタクシー運転手の人は、いやうちはやっぱ接客業だからそういうのロボットできないでしょみたいな感じの多分こと言ったりとか、結構その自分の立場でいつもそういうことを語ってしまうと思うんですが、やっぱり行政の方っていうのはすごく客観的な目で
こういうシチュエーションを見ていられるのかなっていうふうに思うんですが、どうでしょうか。客観的に見ることは確かにできるのかなと思いますけれども、そのなんていうかな、若干その客観的すぎて、当事者感がないというか、現場からやっぱり行政だとその社会の変化が起こってから対応せざるを得ない、あらかじめ先回りしてなかなか対応できないので、まあ、あの直近の例ではドローンみたいなものについて言うと、まあ、事故が起きたり資料館という辺に落ちてきてからようやく対応するといったようなことが中心になってしまうので、まあ、客観性はあるかもしれないけど対応が遅くなっちゃうと。でこういう技術の進歩が早いときに、それだとなかなかその新しいビジネスとか新しいチャレンジとかがうまく回るのかどうかっていうのは常に、まあ、自分たちでやってながらなんですけど、そういうあのなんかジレンマみたいなやつは感じることがあります。ありがとうございます。だからこそ結構多様な人がやっぱコネクションを持って、まあ、物事を進めていくのが大事かなっていうふうに、思いました。結構すごい僕個人的に思うんですけど、結構半導体産業すごい日本強かったと思うんですけど、半導体ってあのムーアの法則、なんか 1.5 年ごとになんか集積度合いが2倍になるみたいな、結構そうあれですね、リニアじゃなくてもうちょっとエクスポネンシャルとまではいかないんですけど、それに近い、進歩してきたと思うんですが、結構日本企業ってそういうのをムーアン法則とか踏まえた上で事業計画とか立てたと思うんですけど、結構今となんかそれは一緒の、なんか AI においてもそれ一緒なのかなってすごい疑問に思うんですけど、結構ビジネスの人たちはそういうどう思ってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいです。ムーアの法則、何でしょう、日本が強かったっていうのもあるんですけど、本当5年と10年前までってあの世の中って先進国だけで回ってたんですよね、経済が。でその中では日本はすごく大きかったし強かったと思うんですね。それがいきなりゴーンと今その特にモバイルテクノロジー、通信テクノロジーによって、世界70億人で経済が回り始めたっていうのを見ると、日本はものすごく小さくなっちゃったっていうのが一つあるかなと思います。あと私とかあのジョバンと会ってすごく良かったのは、やっぱ世界に目を開いている人たちが世の中にいて、でそういう人たちなんか日本にいると日本の中で固まってしまうというのがあったので、それはおそらくこう何でしょう、でシンギュラリティ大学が、まあ、多分ジョバンの方でうまく説明できますけど、あの10億人って常に言い続けてるんですよ。で10億人っていうに対してインパクトを与えろっていうのを言ってるのは、何でしょう、日本国内でそんなことを言ってる人はいなかったっていうのは私にとっては衝撃 で、まあ、だからこそこういう活動をしようと思ってるところなんですけど、ね、ごめんなさい、なんか質問と答えが好きで、はい、っていうことを考えると、何でしょう、あの日本になかったのはおそらく、まあ、そういう考え方なんじゃないかなと。あと先進国の中だけで回ってる時はそれで良かったんですけど、ここ数年で本当に考え方を通用しなくなったと思ってますし、社会を見てると、私が社会に出た20年前に今私がやりたいと思ってた仕事っていうのが、例えば、ベンチャーキャピタルという業界はほとんどなかったんです。で今、ね、若い人たちはどんどんその業界に飛び込んでっていうのはすごく羨ましくて、途中で私ベンチャーキャピタリストになりたいと思ったんですけど、もうなんかもうなれる段階ではなかったりとか、すごい羨ましいんですけど、でも多分それと同じことは皆さんにも起きて、20年後、多分今とは全く違う業界業種の仕事がものすごく大きくなっている可能性がすごくあると思います。でだからこそ、何でしょう、いろんなものに手を出しておいた方がいいと思いますし、そこでターニングポイントが来た時の決断の仕方、パワープレイのかけ方っていうののポイントを間違えない方がいいのかなという気がします。はい、ありがとうございます。結構僕、斉藤さんの発表を聞いてですね、やっぱりどんどん技術とか社会のシステムが、まあ、どんどんコモディティ化してというか、もう個人で起業できるし、個人で例えば 3D プリンターあったら物が作れるしみたいな、そういう変化を起きてて、あの個人の能力が重要視されるというか、個人がもっと力を持てる時代になってきてるかなと思っていて、結構さっきあの三宅さんとの話でなんかゲームを作ってくれる AI がいたらすごい楽できるみたいなことを言っていたと思うんですけど、すごいどんどん技術がコモディティ化して、一般の人でもゲーム簡単に作れるみたいになってしまったら、そうスクエアエニックスみたいな大きい会社はどういう気持ちなのかなっていう、困るなみたいな。あでも今でもあのユニティとアンリアルエンジンって昔1億円したんだけど今タダなんで、あとアセットもっていうかモデルもお金出すのも買えるので、一時間1週間あればそこそこのゲーム作れて、ゲーム開発の民主化っていうのはこう15年ぐらい流れなんですね。
ただ AI 技術はまだそうなってないので、あのそこはあのあれです、まあ、ただあのあ、だからといってなんかその商業ゲームがなくなるってわけでも、商業ゲームは逆に大規模化しすぎているので、まあ、映画産業、映画の作るより産業が大きいので、ね、あのそういうところではあのむしろそこがあの昔にあのコミケとか行ってもね、ほとんどあの体験版しかなかった1年待っても2年経っても体験版だったんだけど今ちゃんと完成するんですよね。それはやっぱり底上げができてるっていうことですけど、 AI でゲーム作るっていうところまではまだ行ってないけど、ステージの自動生成とかはあるし、そのさっき言ったプロシージャー技術っていうのは、いわば AI がいろんなゲームの人間やってる作業をどの AI に入れ替えるってことなので、で結局ゲーム内の歴史、ゲーム開発の歴史ってこの30年見てみると、人間が手作業でやってたことをゲームの中で自動的にするってことなんですね。で最後の取り出が物語生成とかなんですけど、そこもまあだんだんと AI に置き換わりつつあるので、まあ、最終的には本当に、全て AI をある程度はやると、でデザインだけは人間やるってことなんです。ありがとうございます。1個あの三宅さんの発表を聞いてですね、なんかフレーム問題をちょっと取り上げていただいたと思うんですけど、まあ、AI ってある程度フレーム、与えられたフレームの中じゃないと、パワーを発揮できないみたいな問題だったと思うんですけど、そうさっきのだと、まあ、人のフレームまではまだ到達できないみたいな感じかなという印象を受けたんですけど、まあ、人間の優れてる点っていうのはフレームを自在に作り出すことが、要するに問題を作り出すで、ところが人工知能だったら問題を作り出すことができないんですね。なぜなら人工知能っていうのは情報を処理しているけれど世界を体験しているわけじゃないですね。世界を体験するものだけが問題を作り出すことができるので、だから基本的に今人工知能がやっている作業って人間は問題を定義 しているんですね、まあ、するとこれからはその問題を定義することで人工知能を使うってことになるの でそこ あのだからそういう意味ではシングラリティっていうのはその人工知能は問題を作り出すことができるのであれば自分でどん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 問題って解決して問題が出てくるけど、結局は今人間が作り出した問題の中でそれを細分化してるだけなので、フレームはもう完全に外が閉じてるので、それやればやるほど人間より賢くなるよねっていうことになってますね。多分フレームを超えたらそこがシングラリティみたいな感じでよろしいですか。そうですね、フレームを作り出すということですね。人工知能、ありがとうございます。結構下村さんとかなんかどうでしょうか、話聞いて望んでない時ですけど、この2人の悪意を感じるから、非常にあの面白いというか面白い解釈だと思いますね。はい、フレームを作り出すっていう定義、僕自身そのストレートな定義を聞いたことがなかったので、まずあり得る定義だなと思うし、適切な定義の一つになり得ると思います。で、僕ら昔発達する知能っていう研究をしていて、それはどういうふうにどういうことをしたかったかというと、その辺にロボットポンって置いとくと勝手に動いて勝手に学んで何か意味あることして人間ともインタラクションしてすげえなと思うと、そのぐらいの定義だったんですね。で、その時に、実環境で振る舞うことによって自分が少なくとも、内在的に持っている報酬を満たしていくことが社会的に意味のあるアクションを生み出すっていう、そういう原理原則を実験実現しようと思ってやっていたんです。で、それの多分ある部分レベル間での 目的の、創発とか、それから行動原理の創発のところにさっきのフレームの定義って言葉が出てくるんだというふうに思って、僕としては非常に納得のいくあの話であって、そういうことをこれから乗り越えていくことがシングラリティとか、それからまあ技術の発展にとって非常に重要なのだなと思っています。で、今あるあのディープラーニングとかはそれの道具要素の一つですよね。だから学習というものが高精度にできるという道具なので、その外側にあるもうちょっと大きな課題について技術者は取り組んでいく必要が今まだあるんだろうなという認識で、多分三宅さんともあのかなり重なる部分があるんじゃないかと。そうですね、佐伯さんが出されたあの3冊の本は僕も読んでますし、あのカンファレンスも行ってすごい刺激受けましたよね。バイボーあのロボットね、それ持ってる体持っててセンサー持ってると世界を体験してると言えるわけです。そこからやっぱり創発的なものっていうのは、まあ、身体を持ってる人工知能っていうのは生み出す可能性を持ってるんじゃないかなというので、あのすごいあのカンファレンスは刺激を受けて、でそれが今の仕事につながってたりします。ありがとうございます。
なんかここら辺の議論に関連してなんですけど、やっぱ質問の中でシンギュラリティを起こすために必要な要素は何、今足りてないのは何なんだろうとか、何をすべきなんだろうとか、何がどういう技術ができたらシンギュラリティに向かっていけるんだろうとか、そういうので皆さんの中でそれは技術でもいいし法律でもいいしビジネスの形でもいいと思うんですけど、まずこういうのができたら一歩進むよねみたいなのはあるんですかね。なんか誰にっていうのもないんですけど、ジョバンさんありますか、そういうのシンギュラリティ大学で話されてる内容とかっていうのは、うん、ぜひ伺ってみたいです。かわいそうあちなみにコメントでカメラマンに話を振るタイミングが必要だと思うみたいなことを言われてカメラマン持ってる方はちょっとそうですね社会的が何でもできる、そういうあなたのようにチャレンジ、何でもチャレンジして何でもできるような技術を子供から技術を使って、どの質問本当に難しいけどでももちろんロボット、AI が自分で、自分で作って自分の、オプレードする、それがそのシングラリティを送るのための必要の点で、もう一つのはI think it's this for the singularity to happen, it's different steps. Like one goal is that the AI can reproduce itself, obviously. But before that, it has to be the integration of AI with different forms, and it has to be integrated more naturally and more organically. Like biology has to play, it will play a big role, integration of biology and AI, and also quantum computer helping AI. So when we have new breakthroughs in quantum computing, I think it's gonna happen sooner. So the space has to be new kind of vehicles to go to space, and new ways of understanding the molecules, and I think it's gonna be not just one direction, it's gonna be all directions, technology happening and expanding. What we talk in Singularity University, it's about everything, like not just about AI. So for instance, in government, it has to happen like integration of government with artificial intelligence. Like decisions can be taken not just by people in the government, but also by like crowdsourcing, for instance, help with AI. So to have a more fair government. So this kind of projects are also taken by people in Singularity University. So energy, for instance, is going to be transmitted by beaming and not by cables. There's going to be a super fast internet. It's going to be a revolution in many, all the ways, even in telecommunication of brain to brain. So yeah, it's going to be an interesting period in the next 15 years or 20 years. 瀬尾くん、大丈夫ですか？瀬尾くん、日本語にしてください。一応、まあ、軽くサマリーを言わせてもらうと、あれですね、シンギュラリティっていうのは、AI 自体の進化ではなくて、まあ、それもあるんですが、AI が、まあ、いろんなもの、例えば、まあ、バイオロジカルな、技術とかであったり、あと政府が、AI を活用して、まあ、AI がなんかその AI というよりはもっとナチュラルに、まあ、人の生活とか、まあ、システムに入っていくようなっていう状態を、まあ、シンギュラリティと呼ぶのかなっていう感じのが大体のサマリーだったかなと思うんですが、ちょっと補足なんですけども、シンギュラリティ大学でジョバンとかが教えてる時に、その AI っていうのはあんまり出てこないんですよね。そのカテゴリーとしての AI は出てこなくて、全てのカテゴリー、バイオロジーとか、そのナノテクノロジーとか自動運転とかいろいろなカテゴリーがあるんですけど、全ての基盤に AI が入ってるだけであって AI 単独の議論はされてない
っていうのが実際のところだと思います。でそれは結構重要なことだと思います。あのシリコンバレーでは誰もその AI 単独では話はしないっていう、はい、結構最近多様性っていうのはすごい欧米の方でよく言われてると思うんですけど、まあ、だからこそ多様性が必要なのかなっていう感じですよね。でも全てが AI だ。ありがとうございます。質問何でしたっけ最初の質問としてはあのシンギュラリティに向けて今解決しなきゃいけない課題とかでご自身の中でこういうものっていうのがあれば教えてくださいっていう質問だったんですけど、僕だったらあのドラえもん作りたいんで、ドラえもん作るのに課題なんだろうって考え方をすると、やっぱり今の AI で難しいのって人と関わるっていうことにすごい僕は課題を感じてます。でそれは何かっていうと、ディープラーニングとかあのいくつか話にもあったんですけど、コンピューターの中で閉じてる世界だったらコンピューターの中でどんどん進むっていうのはもうみんなイメージしてきてるんだけど、だけれどもその経の中にシステムの中に人っていうものが入ると、人はそのスピードでいろいろ仕事できないし、あの AI がするぐらいの膨大な数人間も一緒に学習するっていうのは難しい。そういう中に技術的な課題をすごい僕は個人的には感じてます。で Twitter とかだとなんか報酬の定義が足りないと思うなとか、あとはないですね。あのぜひあの会場のも見るんでぜひぜひ教えていただきたいんですが、そういう感じでなんかないでしょうか。あ、ぜひぜひ。あのちょっとその孫さんがやっぱり日本の中で一人シングラリティ状態だと思うんですけど、あの彼が何をやってるかというと、多分彼の中に頭の中にはこう無限に増殖していくこのスピード感をどん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 早めようとしてる感じがあって、であの何でしょう、想定思考実験としてはやはりこう原子力発電所を何千個も作って、でスーパーコン系を何千台も直列につなげて、でなんか世界中の一流の人、異能を集めてそこでスピード感を上げてというのをやれば、もしかしてかなり早いタイミングでシンギュラリティを手元に引き寄せられるんじゃないかと考えているのが孫さんだと思うんです。その中で彼がやってるのは、今度それをやるためのお金を集めて、そこにレバレッジをかけて、それを何千倍に増やして、それを投資するというのが10兆円ファンドでやっていて、これから彼がやるのは、それが100兆円ファンドを作るっていう方向をやるんですよね。どん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 大きくさせて、スピード感を、なんでしょう、スピード感をとりあえず早めるためのレバレッジのかけ方をどん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 やる。もう人生短いんで、やるならやっちゃった方がいいんじゃないかって考えてるんだと思いますし、あの超彼自身はそれは手元に自分の力で引き寄せられた時には超知性体に自分がなれるので、あのそうなった時にはもう自分の後継者問題というのは解決すると考えているからこそ、それを後継者を一回採用してクビにして自分でシンギュラリティを起こすって決めたんじゃないかなと思ってます。そういうやり方もあるんじゃないかなと思ってるので、それはあの皆さんのこうそういうそういうなんか世の中のスピード感そうになってきていますよということは分かっていただけたらいいかなと、はい、その戦略だと思うとすごい分かりやすいですね、彼がやってるのは。ありがとうございます。結構今の質問についてですね、行政の方の視点もちょっとしたいなと思いましてですね、どういう課題を解決したらシングルティに一歩近づくのかなっていう、例えば社会、さっきも言ったと思うんですけど、AI 自体の進化じゃなくてもう社会システムとかも含めて、まあ、そういう場が整ったらシングルティみたいな感じだと思うんですが、行政の方としてはどういうところが解決されたら一歩近づくみたいなありますか。あの何か特定の技術的な課題というのが何かというのはちょっとあの、知識がないのでわからないところありますけれども、まあ、こういう研究が進むにあたってそれが、なんだろうな、広く社会に使われていく環境をまず整える。例えばその人工知能ですと、まあ、例えば、まあ、自動運転とか、まあ、いろんなさまざまなアプリケーションが今考えられているわけですけれども、それ今の仕組みだとそれがそのまま社会には適用できないので、例えば、まあ、自動運転みたいなことで言えば、その事故を起こした時の法的な責任どうするのかみたいなところから議論が始まって、でそこが解決しないと、あるいはその解決 しないまでもそれをとりあえず棚上げするということについての仕組みが整わないと先に進まないということがありますけれども、まあ、そういったその仕組み、新しいことにチャレンジできるような仕組みとか風土
土壌を作っていくということが、まあ、制度面では行政的な制度面では必要かなというのがあります。あと一方でそのこう、まあ、人工知能がそのこのままずっと順調に伸びていくのか、それとも皆さんが、まあ、あの私もちょうど51歳なので下川さんと実はどうするんだってことはさっき分かりましたけれども、まあ、これから20年後と30年後だねを見たときに、その人工知能なのか、それともまあさっき私が言った人工知能も、ベースとして存在して、その他の新しいテクノロジーが出てくるのかわからないですけれども、まあ、そういったところのを支えるような人材とか科学の面を、まあ、今日の話も関わると思いますけど、多様性をできるだけ、維持しながら、しかも人工知能なりその新しい社会を担うような人も同時に持っていくような社会であるべきじゃないかというのが、まさにその話に関連することがツイッターの質問できてるんですけど、原さんに伺いたいことで、あの、まあ、教育っていう視点で抜本的に変化するところは何ですかっていう質問なんですけど、それはやっぱ多様性とかになってくるんですか？あの、教育面であの多様性を重視しようというのは、まあ、これまでの流れで、あります。それで、まあ、あの教育制度の改革も、まあ、細かいことを言えばそのプログラミング教育やろうとか情報リテラシーを上げていくようにしようとかいうのをやってますし、その単に知識を覚えるのではなくて、まあ、これも従来から言われていて、なかなかあのその通りすぐには進まない課題でありますけれども、自ら考えると、先ほど あのお話もありましたが、自らその知識で問題を解くんじゃなくて、フレームを作れるようなその枠組みとか課題設定をそのものをできるような人を育てていかないと、人工知能とかがまあ普及してきて、その単に知識を活用して単に与えられた答えを解くだけだと、それはだんだんやっぱり人工知能とかあるいはそれ以外の技術に置き換えられていくというのがあると思いますので、まあ、そういったそのフレーム設定自体をできる人を育てていくべきだし、まあ、そういう教育にあの徐々に変わりつつはあるとは思うんですけれども、まあ、教育の難しいところはその何百万人も一斉に相手にしているということと、まあ、過去の教え方の、まあ、なんだろうな、スキルの連綿たるつながりがあるので、まあ、すぐには解決しない。ただそういうあの人工知能とか、まあ、例えばバーチャルリアリティみたいなものを活用して今後の教育をどうしていくべきかというような議論は始まりつつあるという状況だと思います。ありがとうございます。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。結構これツイッターの方の質問はだいぶ、いや、あのいい質問が来すぎて拾いきれないんですよ。あ、そういう嬉しい叫びみたいな、ね、それなんですね。結構あれですね、さっきから参加型っていうのはすごい皆さんに分かってもらえたと思うんですけど、結構今回はですね、若者の視点をすごい大事にしていきたいっていうふうにも実は考えていまして、まあ、だからこそ僕学部4年生なんですよ、ここにいるんですが、結構あの今の若者がどうしたら貢献できるのかっていうのをさっきも話に上がったと思うんですけど、結構行政の視点からすると若者には何をしてもらいたいのかなっていうふうに僕は思っています。行政攻め。あ、すいません。まあ、聞けないからね。結構珍しい機会なんですね、あの研究者とか。それ自身あまりあの行政が若者に注文を出すという設定自体どうかというのは個人的には思いますけれども、あのまあ、一人 その社会人の先輩として言わせてもらえるんであれば、そのいろんな経験をできるだけ積んでいただきたいということであります。で、私もあの、昔はあの研究者の道を目指して、まあ、大学に入って、先ほど言いましたけど生物学を勉強してたんですけれども、まあ、当時はその大学の環境というのは、まあ、今もそうかもしれませんけど非常にボロボロの状況なので、これじゃやっぱりまあダメなんだろうと思ってというのと、あと研究だけじゃなくて、まあ、いろんなことをやりたいので、まあ、役人になれば、それをちょっと紹介しましたけど、いろんな役所に出向して、全く研究とは別の話もできたし、自分のもともとなりたかった研究者をサポートするような仕事もできているという面で、まあ、個人的にはハッピーな道を歩んできているとは思いますけれども、まあ、そうじゃなくて、あの研究の道でぜひ頑張っていただく人も、あるいは研究、あるいは、今日はあの文系の方もたくさん来ていると思いますけど、できるだけ、まあ、あのそれぞれの知識が何らかの形で今後活用できると思いますので、まあ、広くいろんな経験をしていただきたいということですかね。まあ、これはあの行政というより社会人の先輩としてだと思います。はい、ありがとうございます。ですね、そうですね、結構ジェネラルに理系文系関係なしに、多様な経験を積んでもらいたいっていう感じですよね。
じゃあ一方あれですね、技術的な視点ですと、なんか三宅さんとか、なんか今の若者にこういうものを経験してもらえたらシングラリティとかそういうものに貢献できるみたいなっていうなんか考えとかありますか？あ、そうですね、まあ、結局あの例えば30年前とかって20年前なんかコンピューターを使いこなした人がこれが勝ちますって言われてました。その10年経った後はインターネットを使いこなした人が勝つって言われて、実際それは2つともその通りになったと思うんです。今は何かっていうと人工知能を使いこなした人が勝つ。これからつまりこの個人の能力云々じゃなくて、個人と AI がペアになった時に誰が最強かみたいなそういう話になってくると思うんですね。つまりその人工知能を自分の武器とか自分拡張能力を拡張してみせるとかですね、そういうためにあの使いこなす時代になったので、つまり人工知能をいかにその自分の一部として使いこなして、我々の世代では考えもつかなかったような、え、個人でこんだけのことができるのみたいなことで驚く、世の中を驚かす人がこれからなんかこうトップランナーになるんじゃないかなと思っています。結構このまま AI ブームはそのまま維持されるという感じですか？それがもう当たり前になった時に AI ブームっていうのはもう AI ブームって呼ばれなくなるということですね。つまり今だとコンピューターブームとか言わないですよね。インターネットブームとか言わないじゃないですか。それと同じようにみんなが普通に AI を自分のツールとして使いこなして、あの人 AI 使えるとうまいなとか、あれも宿題も全部 AI でやったのとか、お前仕事も全部 AI でやっちゃったの、宿題が AI できたら仕事も AI できますよねとかね、そうしたらなお、まあ、なんか1人で10人分ぐらい働いてるじゃんみたいな、そういう時代になった時に、あ、もう当たり前じゃん AI っつったら AI って言わなくていいよねっつったら AI も一回こうあの言われなくなる。なるほど、それすごい面白い視点だなと思いまして、まあ、今エクセルちょっと前だとエクセルができないと仕事ができないとかそういう話がそうんですけども、これからは AI を知らないと仕事ができないみたいな、そういう時代が来るかもしれない。そうですね、今だってコンピューターもインターネットを使えない人って別に仕事がやりようがないっていうか、それ大前提みたいな話があるから、それと同じように AI 使って当たり前みたいなことになると思うんですね。ありがとうございます。結構なんか多様性、結構シングラリティ大学の方では多様性多様性という感じでしたけど、やっぱ AI だけ、 AI も当然まあメインツールとして多分使われる時代が来ると思うんですけど、まあ、AI だけではないっていうのが多分シングラリティ大学の考え方だと思うんですが、なんか他にこういうスキルとか若者にこういうのを持っとけみたいなあります？あのシングラリティ大学に関わらずだと思うんですけど、そのシリコンバレー全体でこういうなんかマインドセット、すごい明るいマインドセット、例えば楽観的思考であるとか、すごくこう世の中のニュースを見てるとすごく悲観的になること多いんですけど、やはりシリコンバレーに行ってみるとみんなすごくこう明るい太陽の下でこう何かが自分らができると考えているところ、この楽観的な思考ですとか、あとやっぱりこう競争が激しいので、やっぱりこう集中してあのポイントを見極めるということだけに集中していて、例えば基礎技術っていうのは学校とかではやると思うんですけど、あのシリコンバレーはあまりそこにこうフォーカスをしていないような気がしていて、その技術でイノベーションが起きないということをシリコンシングラリティ大学も言っていて、技術が安くなった時に、イノベーションが起きるみたいなことをやっぱり、でイーロン・マスクとかを見てると、やはりそこに、パワープレイを仕掛けるっていうのがすごくあって、でそれは多分皆さんこれから頭に入れといた方がいいのかなと思ってますし、まあ、そうすることによって、すみません、人工知能からどちらかというとイノベーションの話になっちゃった。大丈夫ですね、はい、でということもあるので、まあ、そこが、まあ、彼らがポイントだあのと置いているところだと思います。で彼らは今人工知能 AI に対してパワープレイを仕掛けてきていると思うので、そこはやっぱ我々も負けちゃいけないんでしょうね、きっと。ソニーさんに頑張っていただいて、はい、ソニーさんが頑張ってるといえばなんか言えばですよね。あのなんかちょうどタイミングもタイミングなんで聞きたい人が多いんじゃないかと思うんですけど、アイボのこと聞いてる人がいて、で質問としてはアイボはポストヒューマンならぬポストペットを目指していくんでしょうか。ポストペットってなんかあったよね。そポストポストペットってのはなんかソニーの関連会社が知らないんだ。メーラーっていうのはね、わかんない。あ、メーラーではなく、あ、書いた。その人には分かってる。この人すごい。あ、僕はメーラーってなんだろうって思っちゃって。だよね。今みたいな変化が激しくて、もともと
生き物のような人間の近くにいるものを作ることによる新しい価値の開発っていうのはもう最初のアイボから変わってなくて、今回のアイボも基本的に同じ路線です。だからペットを置き換えるというのも全く視野に入ってないわけではないですけど、今の時点でそれほど大それたことを面と向かって言うほど、野暮じゃないってのは変ですけど、なんかこうそこまでのことではないかなと思います。全く新しい人間のそばにいる実態を皆さんに提供して新しい価値を毎日楽しんでもらう、でそれの一つのメタファーとしてペットがいるという認識でいいかと思います。で今回前回と大きく違うのは、皆さんびっくりするかもしれないですけど、インターネット、いわゆるネットワークにつながってるんですよ。常時接続されてるんですよ、今回のアイブは。前回のアイブはなんとつながってなかったんですよ。よくやったなと思いません？それ僕作ってたんですけど。だから、びっくりするでしょ？それで売っちゃったんですよ。売っちゃったから、バージョンアップとか新しいコンテンツ入れ替えるのに、メモリスティックっていう、しかもソニーの特有のあのメモリーカードみたいなやつを郵送で送って挿してもらう。もうそういうことをしてた時代からすると、もうオンラインでデータ録も取れて、さらにオンラインでコンテンツも振らせて、さらにクラウドの計算リソースも使えるという、この十何年の技術変化が iVo にもたらす変化が非常に大きいと思っていて、大きなチャンスが巡ってきていると思います。なので最初の質問にお答えすると、まさにその通りなんですが、正面切ってそうは言いません。だけどきっと今まで前回の iVo とは全く違う体験がこれからできる。それがどういう価値になるかは皆さんがこれから決めていくことだなというふうに考えています。でいいのかな？素晴らしいです。はい。あのさっきのさ、ちょっといい、さっきの15分ぐらい黙ってたんで言いたいこと溜まっちゃった。あのさっきのそのシンギュラリティに向けて若い人たちがみたいな話の中で、技術的にもいくつかポイントがあると思うんですけど、僕はやっぱりエクスポネンシャルっていう視点に戻りたいなと思っていて、変化がそれだけのカーブを描いて変化している。これは僕らの世代だと変化が早くなったって言うんですよ。で上の人も、僕の会社の上の人も、これか変化がこれほど早くなった時代に我々どう対応していくべきかって言うんだけど、もう問題そうではなくて、これからもっと早くなるんですよ。でその感覚を持ってるか持ってないかで明らかに行動が変わるし見方が変わる。でそれをロジックとして皆さんには持ってもらえる。ロジックとして持っている人が将来展望をして、それで描いた未来、これをおじさんたち、リニア思考のおじさんたちで見るとありえんというわけです。当たり前ですよね。だってこう変化していくのに対して、こう変化していくこの差分を見るわけですから、そんなもの100年先の話をしてるのかと言われます。その時来たと思って言えばいいんですよ。来たと、チャンスが来てると。だんだんそのギャップは埋まっていきますから、早くその思考を持って、早く適切なロジックで将来を描いて行動した人がチャンスが増えるっていう、そういう時代になってる。だからエクスポネンシャルの思考を今日自分の中に、もうよくわけわかんないけど、寝る前100回ぐらいエクスポネンシャルって言って寝てもらうというのが今日僕絶対やるんですよ。なるほどですね。結構じゃソニーとかはそういう場はあるんですかね。なんか上司にこういう感じですよみたいな言って、上司はあ違うよみたいな、もうリニアに進化してくださいみたいな感じで。あ、ね、要するに会社っていうのは非常にソニーいいとこですよ。本当に非常にいい会社で、まず僕がこれだけ自由にこういう活動できてるっていうのはソニーの懐の広さだと思いますね。でもソニー全社がこの活動してない。例えば社長の平井さんがこれの前面を切って活動している、あのソフトバンクでいう孫さんになってるかっていうと、必ずしもそうじゃないっていうのは、立場も違うし考えも違うっていう中でいろんな考えの人がいますよね。なので多くの大企業はやはり今ある現状、特にさっきテンセントの話は衝撃的で、10年後に自分の今やったり 業務仕事が全部なくなると思って運営してる会社ありますかって、やっぱりないわけですよね。だからそのスピード感を持ってるか持ってないかで変わる世の中だという認識を皆さんはもう持ち始めるべきだと思うし、今10年って言ってますけど、多分これが10年後になると5年で仕事が全部変わるっていう言い方に変わるはずなんですよね。エクスポネンシャルに進化してるんだ。その10年後には2年で仕事全部変わりますってなるわけですよ。皆さんにはその感覚がまあ正なんだろうなっていう意識で物事を捉えた時に、初めて世の中の変化が自分のものとして見えてくる。まあソニーの話はだからいいとして。はい、ありがとうございます。どうしても喋りたそうにカメラ構えてるカメラマン。あ、そう、ここにですね、学部2年生のですねカメラマンがいまして、ちょっと若者の話も聞いてます。僕も若いんですけど。何ですか？
何を喋りたいですか？なんか聞きたいこととか、言ってみたいこととかありますか？なんか最近僕ブロックチェーンと AI をどう絡めていくかっていうことを調べていて、本当に喋りたいこと喋りたい。まあなんか下村さんが今会社っていうものの中でなんかいろいろやってるって話を伺って、僕も10年後くらいにもう会社って組織なくなるんじゃないかなって正直思ってるんですよ。そのブロックチェーンと合わせたらもう自分が働きたいところで自分の能力を生かしてそこから報酬をもらうっていう社会が普通になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そこらですか？あ、なるほど。今の質問なんか、あ、なるほどですね。あ、でも、まあでも、あれです相当辛い質問ちょっとびっくりしてるんですけど、あ、でも結構さっきの斉藤さんの話とかですと、やっぱり個人にどんどん個人ができることが広がってくるので、会社というより会社って大きい組織で考えるよりはやっぱ個人で、やらなきゃいけない範囲が増えるっていうのはやっぱ間違いないかなというふうに僕は思っていまして、そう、全くもってそう思ってます。本当に個人ができることっていうのの幅が広がっているので、今何でしょう、こう我々の世代とかってそのこう今ブログで英語で発信したら世界に届いちゃうんですよね。で世界の裏側の人でやる取りできて、でこれもうほとんどタイムゾーン関係なくシームレスにこう話し合いができる、もう全く10年前とか考えられなかった時代でと、今なんかもうツイッターでつぶやくだけでもしかして世界にインパクトが与えられるんですよね。そんな時代になったので、何でしょう、本当にこうブロックチェーンのテクノロジーとかっていうのはこれ会社を変えるだけじゃなくて、多分国家の形とかすごく変わると思います。この本当ガラガラポンが10年間で起きます。でだからこそ中国は真剣だってあんな傾向ビットコインを止めるっていうことがあると思うので、ただどこかでは必ずその進化が起きてしまうので、こっから先面白いですよね。はい、なのでもう一つはテクノロジーによってすごくこうぶっ飛んだアイデアに思われることが意外と身近になる可能性はあるので、諦めずにこのアイデアすごいよねと思ったらぜひやってもらいたいなと、はい、で意外とテクノロジーがそこに一瞬で追いついてくる可能性があると思います、はい、そういうのがあれば下村ファンドで、はい、やるんですかあれ。いや、わかんないけど、あ、やった、お金が嬉しい。僕なんか今年中にブロックチェーンと AI を絡めたらいろんな組織のその決定とかいうのを自動化できるんじゃないかなっていうのを考えてて、それをやろうかなと思ってます。それ金くれっつってんの？いや、まあもらっちゃえ、もらっちゃえ。ちょっとちょっと後でゆっくり、あっちの端の方で狭いところで話しよう。未来志向が大事って話をしてたので、結構未来志向なあれです、若者を助ける下村ファンドがちょっと楽しみですね。ごめんなさいね、ここで今言ったこと全部忘れてください、ね、下村ファンドは映像からそこ削除ね。下村ファンドは実態も何もなくて、ただ冗談で言ってるだけですから、皆さんそこは繰り返し言っておきますね。絶対に公害などしないようにお願いします。いや、でもツイッターでみんなつぶやいてる。でも非常によろしくないと思います。それ個人のいじめに近いと思いますね。なんか会場からせっかくなんで、あ、そうですね、もう時間もそうそう迫ってますので、会場から何かあったらぜひ、なんか、あ、いました、じゃマイクを。いい働きだ。ですよね。下のボタンを押していただくと。あれ働きだ。ありました。お話ありがとうございます。僕も実は文系の人間でして、学部4年生で来たんですけれども、なんか僕はこう話を聞いてて、やっぱ文系の思考なのかわかんないですけど、こう例えば歴史とか哲学とか。社会問題とか結構今いろんなものがはびこってる中で、例えばそのパッと思いつく資本主義だったり社会主義っていうものを考えた時に、AI っていうものは活用すれば当然利益はどんどん出せると、で人をコストも削減して、例えばタクシー運転手だったらどんどんそれを活用して自動運転にすればタクシーの運転手さんも減らせると。でもそこで結局立ちはだかってくるのって、じゃあ弱者が出てきて社会の中にで、なかなか食えない人が出てきて、そういうところで我々って歴史の中では絶対そこに何か歯止めをかけてきたのが人間だったはずなんですけれども、じゃあそういうことを AI って考えていけるのかなっていう、そういうなんか人間の根源的な哲学的な部分をどういうふうにこれから AI って
活用していくのか、それともそれもさえも AI が超えていってしまうのかっていう部分がちょっとこう気になる部分で、それをぜひお聞きしたいなと思うんですけども、ね、結構人のあれですかね、倫理的なものも AI が担ってしまってみたいなことですかね。これはどなたにお聞きするのがよろしいんでしょうか。僕のですか。確かに。なるほどですね。確かに。そうですね。なるほど、突然ね。今までキラパスしてる。それがみんなの気持ちが今。まあ結構僕は一応あの AI を研究させてもらってるんですけど、まあ僕が思ってる限りだと、例えば何か絵を作り出すとか判断するってことは結構 AI は担えると僕は思ってるんですが、人ではないですよね。 AI ってどんなに進化してもやっぱ体がないし、例えば人って結構大沢さんよく言ってるんですけど、なんか人が人の気持ちを理解できるのはなぜかっていうと、まず人が自分、他者の気持ち、人が他者の気持ちを理解するって機能を先に獲得して、そこを自分自身に向けた結果、自分の気持ちが分かるみたいなっていうのが、あるんだよっていうふうに大沢さんが言ってるんですけど、それってやっぱりその、まあ、身体っていう、まあ、痛いとかそういう感覚もあって、それで人とインタラクションしていくことによって獲得できると僕は思ってるので、現状なんかあれですね、バーチャル世界にいる AI がその倫理的な人の気持ちを理解するとかそういうものを担うのはまず無理かなというふうに僕は思って、信頼できたとしても思っていて、なのでやっぱりそういう、なんだろう、人のなんか倫理的な判断が必要みたいなケースだと、やっぱりいつまでたっても人間っていうのは必要なのかなっていうふうに思っていて、何でもそうなんですけど、技術ってやっぱり使う側の人がどう使うかって話だと思っていて、核とかですね、あれは例えば発電所とかに使ったらすごいいいか悪いか分かんないですけど、すごいエネルギーを生み出せる一方で、兵器に使ったらすごい危ないですよね。まあそれも AI と一緒で、 AI もやっぱり使う側がどう使っていくかっていうのがすごい大事かなっていうふうに思っています。なんとお時間が過ぎておりますが、なんか下村さんがすごい言いたそうな、まとめていただけるとビールを飲み始められると思うんですけど、今の質問の非常にいい答えだなと思いますね。人間がだからできることがあるっていうのは確かにそうだと僕は思うんですね。でそこは今世の中で大きなイシューになっているという認識でいいと思います。でアメリカ、ヨーロッパ中心にAI と倫理を考えるアクティビティが非常に活発になってきていて、実はソニーも、パートナーシップオン AI っていう団体に参加して僕ちょっとその委員をやらせてもらってるんですけど、トランスペアレンシー、 AI の透明性だとか、それからエクスプレッシャビリティ、説明可能性、 AI がなぜそんな判断をしたかを人間に説明する技術の話とか、そういうのをやっぱりちゃんとやっていかないと AI が社会の中でおかしな存在になってしまうというのは言われています。なので人間と AI がある距離感を持ってやっていくという意味で言うと、そういうふうに人間が制御していく過程の中で今みたいな課題は合理的で解決されていくんだと思います。ところがですね、さっき斉藤さんもちょっと言ったし、ジョバも言ったんだけど、 AI が AI を作るっていう風になっていく時代っていうのが、シングラリティっていう方向性を見てると、ないとは終われって言ってるんですよ。ないとは言えないんですよね。でそれって全く新しい課題だと思うんですよ。 AI が AI を作っていく過程でどういう制約をはめうるかってことに関しては、さっき言ったのとは全くレベルの違う議論をしないといけないんですね。そういう議論まで含めてこの10年とか20年の間でやっぱ人間はしっかり議論していかないと、わけのわからないものに支配されるに近いような状況を生み出す可能性すらやっぱりあると思います。だからまずファーストフェーズはしっかりした合議でコントロールできると思いますけど、その先についても慎重に議論していく必要があるというのがおじさんの認識です。ありがとうございました。ではですね、もう時間も迫ってますので、本当にもう一個ぐらい聞いておきますか。ビール飲みながら、じゃあ積もる話はですね、ビール飲みながらするということでですね、じゃあ1時間ちょっと長かったんですが、どうもお付き合いくださってありがとうございました。この後懇親会がありますので、またご案内させていただきます。